さあいつ入れるかいつ入れるかと思ったけど最後まで入れんで試合終わってしまったというこういう試合です早い終わってよかったなまあない<う>いつまで早い終わったなよかったわ大したもうあれでもないわこんな0対1の試合でな何も言ういいことないやろ今日はもうあんまり言うことないんやけどもまあヒット数は阪神が4本それからヤクルトが3本阪神のが1本ヒット数は多いだけども 得点は0点、阪神が0点でヤクルトの方が1点入ったと。なんか満塁になってたとこもあったんや。満塁になってたんやけど、そこで点取れへんのが阪神や。阪神は塁に埋めてもホームまで返すことができへんねんな。それを俺は盛んにいつも言ってるわけや。進塁打を打って、進塁打していくいうことは、最後はどこに来んのホームに来んのやろ 進塁するのは、一塁ベース、二塁ベース、三塁ベースだったら、その次のベースって言ったら、ホームベースっていうね。でここにもう、こうやってこなあかんねんから。進塁せえへんかったらいつま,いつまでたってもここにまで遠いでだから俺はいつも言ってる、ね。で、ヤクルトとしては、あの、1点、そんな3安打しか打ってないよね。だから、あの、ピッチャーもよう頑張ったんやけどな、阪神のピッチャーも。うん、これはホームラン。ソロホームラン。 青木選手のソロホーーその1本だけ。ね、それを含んでヤクルトは3アンダー。阪神4アンダー。ヒット数勝ったな。けど、な、1本が出へんだから、まあ今。今日の先発ピッチャーはウィルカーソン。青柳ウィルカーソン。ここは選手と一緒やね選先週、巨人に対してそれを2人,2人が投げて。 1>, 1試合ずつ投げて勝ったんや、巨人戦に。2連勝。まあほら、青柳が青柳投げた後と、ウィルカーソンが勝つんやろそう青柳が勝ってで、ウィルカーソンも勝つっていう話やんねほんまは。俺のなス,トーリーストーリーでは。でも話、点取れへんなら、なんぼピッチャーがピッチングしても勝てない。まあまあ、週に1回しか勝たへんということか。そうや。<laughs> そうよ赤いなあともう一人ガンケルがおるけどガンケルが去年みたいに調子よかったらいいんやけど、うん、ちょっと今年調子悪いんや明日出てくると思うけどなででガンケルが巨人戦の 3, 3つやって3つ目に負けよって青木と青,青木ちゃうわ青柳とウィルカーソンだ、うん、は勝ったんや巨人戦にな、うん、だからヤクルト戦の3つはと同じ、うん、これで来んね来てんね。昨日青柳勝ったやろ今日勝たなあかん、ね、絶対 ということはな、どうしたらいいかというと、昨日買ったムードで来てんねんから、今日は序盤に、特に初回や、に点を入れれば、逃げ切れた試合やねんな。ところは、チャンスは作んねんけど、点用となんた、えー。それは1回。あ、で、ヤクルトの先発は、42歳の石川。 おっさん、あの、秋田県出身。青山、あ、秋田商業高校から青山学院大学。で、スラウズに入ったと。で、昨年度0勝に入。だけど、もう、結構先発で勝ってきたピッチャーから、通算177勝、178敗のピッチャーや。頑張りがあったわけやな、ベテランのな。んで、1回、近本がアウトになって、熊谷が、 低めのカットボールをセンター前にヒット打ちました。ワンアウト一塁。そこで佐藤輝。真ん中低めの直球を打って、レフト前に打ちました。ワンアウト一塁二塁。次の大山がフォアボール。ワンアウト満塁。ここでロハスや。昨日の,、まあ、あのヒーローにも挙げてたロハスよ。昨日ポール当てるホームラン、スリーラン打ったからな。 今日は、キャッチャーフライ。甘い球やってん。で、石川は球スピードないから、ヤクルトのピッチャーな、石川は、4二歳でもうスピードないねんないないで真ん中に来たんやで、ね。もう、キャッチャーフライ打っちゃって。キャフライ打つと間違うてんのちゃうかいね外野まで飛ばしたら1点入ってたんや。キャッチャーフライだらんもなんでも無理やで、と。で、ツーアウト満塁。で、小野寺ダウ、ダン、ダン、ダンダン な、あの、雨の日の横浜で、あのホームランで勝てなかった。代打逆転満塁ホームランという、こういうすごい、んやろ、盛り上がる。のな,な。うん、これ以上のない盛り上がりのシーンを彼は作ったのにな、勝たれへんだ。阪神史上初らしいわ、こういうのは。ね。 で、今日はその,その部分をまた取り返さなあかんから、小野寺頑張れよって思ったけど、最後、小野寺ってこうやって右バッターがこう、石川で左ピッチャーらこういうところが起るわけやな。しかもインコースギリギリに来たわけインコースギリギリバーンっててきて、ふいっと見送ってストライクバッタウーをと言って,言われて、チェンジや。うん、これがもう最大の阪神の見せ場やな今日の。今日の試合の。 お母さんに親孝行しなあかんのになそうやねんなならでマンション買わなあかんやなあうーんもうなかったもう来んでいいか大したことないねんあとはな言い当たりしてもなあ、うん、あとは、ねうん、俺がな、うん、あのえー、え、うん、当たりしたいんやけども、はい、3回ツーアウトランナーなしでこう来てなサドテルはこう左やからこうやろんでえい当たりしたいんや,打ったんやけど ライトがピュンって飛びついてとってああやってたなうん、うん、ええ当たりやったけどあれ,かあれは完璧に取られてたでだけどアウトあとは大したんないんよなうんうん,んなんもんええ、ね、最後ね、えー、7回の表に、うん、えと大山がセカンドゴロ、うん、ロハスが三塁のファールフライツーアウトツーアウトになってここで小野寺段がのバッターや、うん ねピッチャー変わって向こうの梅野っていうピッチャーがおんねんな若いやつで,でそのよもうな球のスライダーをバーンと打ったらピッチャーにバーンと立って強襲でヒットになったんや、うん、なほんでランナーが一塁になったけど若いけどあいつにピンチランナーが出たわけや、うん、なお前足遅いから早いの島田送って島田がピンチランナー出てでここでピッチャーがそのヤクルトは田口に交代して年上の代わりの人 まあそうなんやけどな。若いんやから走れよ。いやいや、まあ、走られへんねや、これが。島田、うん、だから、24歳がヒットで出て、26歳がピンチランナーで出てきたやと。うん、な。なほピンチランナー島田が出てきたけど、田口やと、ピッチャーは。左の田口やから、通りしにくい。なるほなが変わってるってわけでもないよな。うん、まあ、2つ上やこの子ちょっとぽっちゃりしてて、ぽっちゃりしてるから走らないん走へんねんん段はな。ねで、田口やね タクチで左ピッチャーやからこう、ランナー見ながらこうやって投げるわけや、セットポジションで。走るのも走りにくいわけや。い、うん、牽制されてもアウトになるし、うん、左ピッチャーの時きで大体走りにくいねなんかちょっと無理していってな。で、こうやって、まあ、ピッチャー投げたけど、走り寄って、二塁で立っちゃうと。で、えー、ツーアウトでランナー一塁出て、さっていうところでもう終わりと。 というところで全然ええとこななしやな今日の良い人はもうないないや今日の良い人はあのまだ上げる人おんねん1人誰や 1>, 1人おんねんこれそれを誰かと言いますとウィルカーソン6回3分の1をお投げてウィルカーソンでプードルの人やなそう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 ,うアメリカから来た人やなこの使えるよこのピッチャー 巨人戦とヤクルト戦と2回しか見てないけど、巨人戦で勝ち投手になったやろ、先週。で、今日も負けにはなったけど、6回までで3、3安打のピッチングや。これ、本来勝たなあかんねんけどな。まあ、まあ、点取られへんだから、しゃない。で、1本、ホームラン打たれたけども、この1本ぐらい、ソロの1本やからな。このぐらいはしょうがない。で、1点に抑えておけやから。これは、今日は、あのー、今日良かった人の、 そして、ウィルカーソンだけを挙げたいと思います。はい。はい。よく頑張りました。次回に期待してます。